イリア・レイピンの絵画、ソフィア・アレクセイ・エブナの肖像をバレンチナ・セミオノーブナ、セイロバは、ロシアの女性作曲家。旧姓は、ベルクマンといい、ドイツ系ユダヤ人の家系であった。レイピンの肖像が、セッショーソフィアのモデルを務めている。一時期ペテルブルク音楽院に在籍するが、アントン・ルビンシテインと対立して退学する。その後、 まだ作家としてしか知られていなかったアレクサンドル・セルオフの指導を受けるうちに恋仲となる。セイロフの歌劇、ユディトが大成功を収めた直後にセイロフから求婚された。1863年に結婚し、1865年には後に肖像画家として名を挙げることになった息子、バレンチンを出産した。1871年に夫アレクサンドルが 心臓発作に倒れると、遺作となった3作目の歌劇、マリオクの最終幕を、暴風の意向と、生前アレクサンドルが演奏して聴かせていた、終結部の記憶に基づき、完成させた。楽器配置と工程は作曲家 NF ソロビオフの手を借りている。マリオクは1875年に初演された。夫の遺作オペラを保湿した経験に触発されて、 自らもオペラを作曲するようになった。諸女作、ウリエル・アコスタは1885年に、モスクワ・ボーリショイ劇場で初演されている。同作の送付を、ピョートル・チャイコフスキーに見てもらった際に、多数の間違いを指摘され、セイロバはチャイコフスキーに、火星法を指導してくれるように頼んだが、代役として、アントン・アーレンスキーを推薦された。2作目の、 マリア・ドルバルは上演されるままに失われてしまった。第3作のイリア・ムーロメッツは1899年にヒョードル・シャリアピンを主役に迎えてモスクワで初演したところ大成功を収めた。最後となった第4作のオペラは現存せず、題名もわからないままである。夫の死後に回想録を発表している。晩年は教育関係の仕事に従事し、1924年に モスクワで母子した。姉のアデライダは、小2回、ヤーコフ・シモノビチと結婚し、教育者となった。ありがとうございます。